皆さんこんばんは、本日もいばきらナイトの時間がやってまいりました。茨城県水戸市出身の歌手鈴花優子がパーソナリティを務めます、鈴花優子のただいま茨城、今日もですね1時間ほどの番組になっておりますが、最後までお楽しみください。こちらですね、出るかな、あ、これ私のツイッターです。よろしければフォローお願いいたします。このいばきらナイトはツイッターと連動していつもお届けしておりまして、こちらのハッシュタグいばきらとつけてつぶやいていただきますと、一緒にですねみんなと、コメントをし合いながら共有して楽しむことができますので、ぜひぜひツイッターをやっている皆さんは参加してみてください。よろしくお願いします。そして実はですね、本日は、生放送ではなく収録でお届けしております、ですが、私を含め、そして今日のゲストもですね、この時間は必ずツイッターを一緒に見ながら、番組を楽しんでいきたいと思いますので、最後までぜひ、楽しんでいただければと思います。今ですね、いばきらをつけてつぶやいていただければ、もちろん私もですねつぶやきますので、見てみてください。よろしくお願いします。そして本日ももちろん素敵なゲストをお招きしております。いつも通り和楽器バンドのメンバーの中から一人と、そして最近はですねそれ以外のゲストもお招きしているわけですが、今日もお二方お呼びしております。まずは、では和楽器バンドからわさび、そして、バイオリニスト皆川まりなさんです。どうぞ。どうもどうも。どうもどうも。あれいらっしゃいまし。こんにちは。はい、こちらお二方、わさびと皆川まりなさんです。わさび、なんでマスクなの今日は。ちょっと風邪ひいちゃいました。でも裸なんだ。そうなんです。背中は何今日。季節の今に石器の、うん、石器石器24石器の今で、ね、でもみんなからさっきなんて言われてた、それこれ霜降りって言われました。牛じゃねえよって。牛じゃねえんだから。スタッフさんみんなに言われて、この辺かな。その辺ちょっと肉が足りないな。ちょっと足りないね。ちょっと足りない。硬そうだな。うん、答えはあると思う。でマリナは今日こちらのスタジオですね、パンダスタジオっていう場所なんですけど、だからマリナがパンダなわけじゃなくて、もともとそうなんですよ。パンダが元々パンダ好きということで、普段もまあ、パンダの格好して弾くこともあったりとか。そうだからこれは自前なんだよね。はい、そうなんです。全部しかも一個一個が別々にこう売ってたものを、これいいや、これいいやってこう、あ、自分で書き集めたんだ。そうそう、このチャイナな感じもね、私の和風とまたね違って、あ、ちょうど間じゃん。間でわさびだってハーフだから。ハーフだから。あ、なるほど。その人種的な話ね。そうそうそう、見た目的なんじゃなくて。見た目的な。俺はどこで始まってるんだ。ワンチュー、ここは何。そうだね、ごめんなさいね。そうだね。はい、で今日来ていただいているマリナちゃんとはですね、私と一緒に去年ぐらいまでは一緒に、まあ、ピアノとバイオリンでタッグを組んで、ね、ライブをちょこちょことしてもらってて、うん、で出会ったのは私がナンパしました。可愛い子を。これね本当なんだよ。そうなんですよ。本当に本当に急にメールが来て、皆川まりなと申します、会いましょう的なね。そう、そんな感じですよね。まあ、なんか共通の知り合いとかはいたんですけど、たくさんいて、そうでボーカルを探してて、うん、でなんかいい歌を歌う人を見つけたと思ったら、あ、そしなんか見つけたら、うん、あ、これゆうこちゃんって共通の知り合いから話題聞いてる人だと思って、うん、でそれでメールした。そうそう、で、うん、マリナのことも誰だと思って調べたら、あ、共通の知り合いいっぱいいるしと思って。で、そうそう、あれどこだっけ、音大。音大東邦学園です。そう、東邦学園で。学校は違うんですね。違うの、違う。私東京音大でピアノやってて、東邦でバイオリンやってて、で結局歌手として出会ったけど、ピアニストとバイオリニストとして一緒に結構活動。そう、ずっとね。そう、結構なんか歌はほとんど、たまに弾き語り&バイオリンをやったりとかして、あとお茶したり。お茶仲間かっていう、ね、そう、友達になって、でまあここパンダスタジオなので、まあ、マリナを呼ばなきゃと、ね、ずっとずっと思ってて、この間初めて弦のウッチーが来たんですよ。ウッチー知ってるよね。ウッチー、そう、チェリストの。しました。そうです。で、今回はマリナに声をかけて呼んだら、さすがパンダで来てくれました。今日はよろしくお願いします。イバキラ見たことある？ちょこっとだっけ。お、じゃあ何やらされるかとか知ってる？
なんか何やってもいいから何やってもいいから、ゲストがそのあの心理テストみたいなのは、うん、おー知ってるね、やります、それやりますか、はい、今日もありますんで、しかも今日これあれ収録っすもんね、うん、収録だから、うん、なんか危ないこと言ってもカットしてくれない結構こう奔放にいける、奔放にいける、だからやばいこと言っても多分ピーとかやってくれるから、言っとくけどイバキラ TV カットしません、あしないカットしないからね放送禁止用語言っても大丈夫、それはあの別にイバキラっていうかわさびの傷が多いだけ、だ、ね、手動でなんかズキュンとか言えばいいですか、あ自分 で、ね、いっぱいそこにわさびのおもちゃがあるからさ、今日もそう、ね、それでビューとかやってもらえれば大丈夫です、おっぱいとかセーフかな、もう言っちゃったからね、セーフかなっていうか言ってるからね、フォローのしようがない、まあ、ダメだったらこうピーって出てるから、ね、OK ってあのスタッフさん OK, OK, OK です、あじゃあ多分無修正流れかな、はい、はい、それでは早速あのいつもやっている最初のコーナーからいきたいんですが、はい、ちょっとこれはねマリナには申し訳ないんですが、私の携帯の中に入ってる写真フォルダの中から、うん、ここ 1,2 週間何をしてたかっていうのを紹介をする思い出写真館というコーナーです、はい、はい、では私の写真フォルダーから探った写真をいってみましょう、あこれね、うん、わさびいなかったねこの日ね、これあこれは、これは花風月のライブを、はい、あの茨城でやってきたんです、でお寺のやつ、そうあの放送もされたされたやつをよく知ってるね、うん、ありがとう、そう今あのアーカイブで残ってると思います、この日の村松さんでやった、お寺ライブの様子がイバキラ TV の YouTube の方でねアーカイブでも見れるんですが、あそうかそうか、そうこの日は花風月プラスクロナさんでやりました、あこれクロナなんですね、これクロナさん、あアジョとして知られるクロナ半分クロナさんで半分アジョさんってことで出ました、なるほど、もう言っちゃうよねそんなのどんどんねなんかややこしくなってるんですややこしいですもん、もういいですよクロナさんとして出たんです、なるほど、はい、そして次がどんどん行きましょう、今日はサクサクっとね、おあこれどなんだ、これはどこの上空だ、これさこれ飛行機から撮ったの、行ってきますっていう気持ちで撮った、行ってきますですね、私窓際の席だった、まだじゃあこれは、日本ですね、そううちら行ってきたんですよ、シンガポールへ、行ってきましたよありがとうございますこれしあの機内機内機内ねベニと私これついて、ついたよもう、ついた空港から撮ったシンガポールの写真です、これバスの中から、花がすっごく多い、そうね鮮やかな、ま、うん、国で、ね、これがうちが泊まったホテルからの景色です、謎のこの建物ね、そうあのあれですよ、上空天空プール、そう、これそうそうそう、うちらが泊まったのこれマリーナベイサンズっていうホテルですね、おなんか温泉地のやつみたいね、これプールなんだけど、なんかその向こうに落ちちゃいそうなのが結構有名で行きたいねって言ってて、まあ、2泊3日という非常にタイトなスケジュールで行ってきて、なんか遊ぶ時間なんてどうせないって思ったんだけど、まあちょこちょことね着いた日と、あと終わった日の夜とかそうだ、ね、はねちょっとね遊べたよね、うん、これ水上ショー、おーすごい、あれだよね、こうウォータースクリーンっていうのかな、そうになんかいろいろ映って、ね、水バーって出てるところに映像が出て、あと投影してるんだ、意外と火がブワーって出たりとか、そうそうそう、まあ、とにかくなんかバブリーな国でした ね派手そう、全てね金かかる、これ夜景あの右に映ってるあのキノコみたいなの行きたいとずっと言ってたんだけど、あれが謎なんだよ、すごい、でもこれ青いのも同じ形態、うん、キノコです、行ったことあるマリナ、ちなみにシンガポール、ないないない、そうなんかよく分かんない謎の建物がいっぱいあるんですよ、うんうん、あこの写真はね写ってる部屋飲みの写真ですよ満喫してるじゃないですか、これお部屋でワイン飲んだ写真ですよ、ただのこれ夜の天空プールの写真です、うんうんうん、わさび泳いだんだよね、なんでみんな泳がなかったの、水着を持ってかなかったからですよ持ってこようよそんな時間あると思わないよ、うん、もう僕だけ持っていて僕だけ泳いだんですよ一人でね、どうもみんながそれをあの岸で見てて、そう沈められなかった、大丈夫だった、大丈夫、うちらはあのカクテルとか飲んでました、そうそうそう、ここで夜景見ながら大人な感じでね、そううちら大人なんで僕は子供なんで、あの泳ぐのとかはしゃぐの大好きこれライブの前の気合いで、今回誰やったんだっけ、今回俺じゃなかったっけ、結構回すんだよね、今日誰行こうってその時のノリで回したりするんだけど、まあリーダー私だけどやんないんですよあんまり意外と男性が気合いで、これ本番の時の写真です、はい、いいっすね、やっぱ派手、
派手派手でした。すごいホールだったんですけど、綺麗なホールでしたね、うん、すごく綺麗なホールで、私たち一番最初に出たんですけど、そう、これ英語の歌詞もね、そのシンガポールの人たちに向けてね、流してたんですよね。あ、これ花火のやつ、うん、そう、後ろで PV が流れながら花火を実際に歌いました。そうこれが終わったとか、いや、これはやる前じゃないかな、前か、始まる前に撮った1枚、この衣装でやりました。ほぼ花火の衣装で、これ終わった後汗だって汗だくだもん、わさびがこれ、あ、そうだねやりきった顔してるし、ね、はい、背中なんて書いたんですか。これ漢字でシンガポールですね、わ、うん、かりづらいね、シンジャポア、え、もう一回言って、シンジャポア、わー、そう、MC も、ね、うちだね、そう、MC を英語と中国語でやったの、それ喜ばれたでしょ。そう、ね、そう、 We are 上書きバーンって言ってたら、うわーってなってねドカーンって来て、で、ね、うわーみたいな感じで、すごい楽しかった、うん、で、キヨシも英語で喋ったかな、和楽器の説明をして、私は普通に、ダイさんとかも結構語学できそうなイメージあるんだけど、ダイさんは、うん、広く浅くですね。そう広く浅く、そうそうそう、すっごく広く、すっごく浅くペラペラなんじゃないですか。そうね、とりあえず挨拶はできるよみたいな、そう、何でも知ってんだよね、でもこんぐらいそうそう、こんぐらいペラーってなってて、これみんなかなりオフだから早く次の写真いきましょうかあの清志がつけてるあのドラえもんのポーチはさ観光客みたいだよって言われて、すごいなんかこうスタイルになってるけど、これもね、完全にオフだね、みんな、ささ、メイクもしてないような、次、はい、さっさと、クロナさんだけキメキメだ、あ、終わりでした。はい、こんな感じで今回はですね、主にシンガポールと、そうですね、七風月の茨城のライブというのが、まあ、表向きにはやってた、表向きには何してたのオフの日にはいろいろみんなね、それぞれあると思うんですけどね、まあ、表向きに今回は派手な部分を写真で紹介させていただきました、はい、それでは早速マリナちゃんがさっき楽しみしてくれていた真相暴いちゃおうという心理テストのコーナー、はい、でん、今日はどんな心理テストが来るんでしょう。私も本当ね、これ知らないの、今から見るから、ではお願いします。はい、わさび読んで、はい、公園のベンチであなたが公園で一人でベンチに座っていました。そうすると一匹の犬が寄ってきました、うん、それを見てあなたは何と思いますか。なんて思いますか。よし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 、なんて思うか何をするかじゃなくて、ちょっと夏五郎さんいたけど可愛いって思うよ。それするけど、モフモフするっしょ、とりあえず、うん、するけど、なんて寄ってくるんでしょ、私のこと好きなの、うん、まあそうだよね、可愛いって思っちゃう私は、可愛い、私のこと好きなの、一緒に来る、なんか、はい、わさびは、こんなのひらめき、困ったことがあるのか、なんかお腹が空いてるのか、あ、なんか助けを求めてる系 ね、うん、お腹空いてるの、困ってんの、一人なの、うん、みたいな、そう私はなんかあれだね、自分のことが好きなのかと勘違いをして、かわいいね、うち来るって思っちゃうもうすぐねで、なんかアリナは多分、まあ、来たらどこの子かなってまず思うかな、あ、迷子、うん、みたいな、そう、誰の子かなみたいな感じで、こう周りにこう探す、うん、ああ、なるほど、なんかね、そうだよね、普通、うん、なんて私は自己中なことを言ってしまったんだろうと今思って、みんな全然違いますね、考えてることが。じゃあいいですかね、ツイッターをでね、皆さんもこのタイミングでイバキラをつけて、うん、ハッシュタグイバキラをつけてつぶやいていただくとですね、この瞬間みんなで共有して楽しむことができるので、ぜひ参加してください、はい、ではそろそろ答えに行ってみますよ、はい、はい、どうぞ、ドン、ドン、あなたが恋人または友人に思われていること、思われている、ということは、ゆうこさんが可愛い可愛い、私のことが好きなの、可愛い、うち来る、うち来るってなんだって言ってたよね、行く行く行く、何それ、知らん、なんかすごく純粋っていうかストレートですよね、ストレートだね、で、わさびがな、困ってんの、お腹空いてんのみたいな迷子なの、困ったことあるの、ふわふわだね、ふわふわじゃん、わさび、
で私がどこの子ってどこの子、まあ、確かにそんな感じですか。まあそういう魅惑的なことだよね、うん、なんかあのミステリアスですよねマリナさん、うん、でもまあ迷子カテゴリーには入るから結構、うん、まあまあ自分が思ってることが相手から思われてることだったんだね。なんか、はい、皆さんどうでしたでしょうか。いつもはですね2個ぐらいずつ心理テストをやっているわけですが、こちら皆様から投稿いただいたものを実はやっております。メールでですねこの心理テストを、私とゲストに答えてほしいというのがありましたら、ぜひ、思いついたものをどんどんお送りいただければと思います。送り先なんですけれども、いつもアドレスは一つですので、件名の中に心理テストと入れていただいた上で、今出ますでしょうか。はい、こちらですね、いわきら鈴花優子の G メール宛てにお送りください。はい、答えがあまりに下ネタでなければ採用されます。よろしくお願いします。あるんだそういうのも。あるよ。今回どうしたってぐらい答えが全部下ネタの時あるよ。あと和楽器バンドを、うん、メンバーをこれに当てはめてください的なのが多くて面白いんだけど、うん、大概喧嘩になりそうなのが多いね。なるほどね。一個二個。ちょっと気使っちゃう感じね。そうそう。いいんだけどね、私的にはやって。うんね、そういうのもねいっぱいあったら面白いんでよろしくお願いします。今日はもう終わりなんですね。そう1個、今日はちょっとセッション長めに撮ろうかなと思いまして、はい、それではですねちょっとこちらこのタイミングでですね私たちの、これからの活動についてお知らせさせてください。まずは、私が組んでいる3人組のユニット花風月です。はい、実は今回大阪、東京、福岡でワンマンライブが行われます、うん、はい、大阪の方はすでに、売り切れとなっております。もう間もなくなんですが、東京の方はですねあと10席ぐらいあります。福岡もあと10席ぐらいです。残り本当わずかですね。はい、なので、あ、でも放送のタイミングではもしかしたらわからないんですが、キャンセルとかも入ってくると空いたりするので、はい、なので一応 E プラスで発売中なので、もし気になった方がいらっしゃればぜひホームページを見てみてください。 E プラスで発売されてますので、コンビニで発券ねできます。今回もですね、セカンドアルバム、サードアルバムの中から、いろんな曲をですね持ってきたいと思っています。初めて福岡には上陸するんですよ。で今回福岡なんだけど、実は花風月のあの場所へっていう曲、うんうん、知ってるよね。それが入江慎吾さんという脚本家さんが、うん、来年公開の映画、うん、の中の挿入歌というか、うん、イメージソングとして、はい、採用してくれたんですよ。世界の入江世界の入江さんが、世界の大先生、はい、最近すごいドラマやってたんで、私テレビでよく見てたんですけど、うん、日本ぐらい2時間ドラマよくやってらっしゃったんで見たんですけど、釣りデカとかもやってたのかな最近。すごい、はい、面白いのでぜひ見てください。いろいろやってるんですよ。で来週じゃない11月10日に実は入江慎吾さんゲストでちょっとお招きする予定なんで、うん、ちょっとその時にその映画の話にも触れようかなと思っています。はい、で花風月の方もよろしくお願いします。あと一番最後に出てた朝のバースデーライブね、うんうん、もあります。わさびも出るけど、これチェルシーホテルで、あ、そうか、この花風月として出るんだね。そうだよ、うん、そう、僕は朝バンドに参加します。ね、早く朝バンドに私もさ歌うって話しといてよ。言うのは切磋その話今するの？いつもここでするの？あ、いいよって言うでしょ、どうせしょうがねえから歌ってやるよって言っといて、あ、いいよっつって多分いいよ、どうせ明日の歌だから、あ、そうですね、ノリではい、よろしくお願いします。そして、和楽器バンドも行きましょう。お願いします。はい、はい、こちら、あ、そうですね、あれが発売されるんだ、あともう一つここに書いてある？書いてないね。和楽器バンドのこの間の赤坂ブリッツの DVD ブルーレイが、ああそうですね、はい、発売されるんです。11月末にちょっと書いてないですけど、はい、今もうジャケットも発表されて、うん、Amazon 限定版の方は私ドーンって、そうですね、セクシーなゆこりの顔だね。そうで、それぞれ特典がいろいろ違っていて、 Amazon の方はなんか CD もついてるんで、あ、そうですね、そう、音源がついていたりしますので、いろいろホームページを見ていただければどんなのが特典なのかなとお分かりいただけるので、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ライブの臨場感あふれる、うん、たっぷりの内容になってます、うん、それからボカロザン、あ、11月なのか
1月7日渋港、渋港です。これはソールドアウトです。ありがとうございます。すごい、あそこ大きいですよね。楽しみですね。ねえ、うん、私今年の8月サポートだったんですけど、うん、渋港でやって、すごいね、広くていいホールだった。そう、なんかメンバーの中にも渋港でいろいろやったことある人いても、うん、やっぱり自分のバンドでワンマンっていうのは、ね、なかなかないよね。みんな初めてだから、うん、すごい力入ってるよね。楽しみで、うん、もう早速早っ、うん、11月入ってからどんどん準備に入っており、うん、また今までと違うものが見せれたらいいなと思って頑張っているので、はい、はい、マリナもよかったら遊び来てください。します。というわけでいつも通り、今日もですねゲストとセッションタイムがあります。今日はですね見てくださいこちら、ドーン、じゃーん、こんな編成でやっていきますよ。はい、マリナが今日持ってるのはバイオリンだけど普通のエレキです。そう、エレキバイオリンで、わさびは今日は何持ってきてる？パーカッションセットで、はい、パーカッションセットで、これは主にこのジャンベですね。はい、いつものまあドラマーわさびとまたちょっと違う感じで今日はですね、はい、聞いていただけると思います。音ってチェックできるかな。というわけで今日はマリナちゃん何をまずはやりましょうか。はい、1曲目はあのアイネクライネナハトムジークって、あのモーツァルトの弦楽四重奏とかで演奏する曲なんですけど、うん、まあ、ジャンベが入り、はい、ピアノも入りでちょっとなんか違う編成で明るく楽しくやるという感じ、はい、みんな聞いたらあこの曲かって分かると。そうです、あのなんかのど飴のね CM とかで昔ちょっと使われたりとか、バーカバーカエヘムシ的な。知らないそれ。嘘、世代。じゃあそれをねこの編成でやってみようかと、さっき決まったんでやります。どれぐらいのテンポ、thank you。
早かった。はい、ありがとうございました。それでですね、もう一曲今日はせっかくなので、演奏しようかと思っておりまして。そう、私がやりたいって言ったのね。ありがとうございます。ね、なんか実は2人で活動している時によく、うんうん、私が作曲した曲として、やったんだよね。そうですね、うん、今は基本的には花風月の曲としてよく演奏するから、うんうん、わさびにも一緒に入ってやってもらったことがあるんです。そうですね、うん、花風月の花鳥風月という曲なんですが、実は実はこの曲もともとバイオリンのために作ったんです、うん、一番最初は前やってたね活動の時にね、うん、そうなんだけど、まあ、最終的に今残っている活動の中で表現しようということで和風に今は花風月のアレンジでですねやってるのが主なんだけど、もともとのバイオリンの曲として書いたどんな感じなのかっていうのを多分まだ聞いたことない人がすごくほとんどだと思うんですよ。じゃあちょっと責任重大じゃないですか。だから今日はこういう感じだったんだっていうのをみんなにも楽しんでいただこうかなと思いますので、はい、花風月の花鳥風月をセッションでやりたいと思います。お聴きください。Thank you.
はい、ありがとうございました。いや3人しかいないのでね、拍手もなく終わる感じがなんかこうどうしたらいいか分からなくなる感じはあるんだけど、実はじゃあ今日はですね、このマリナちゃんのバイオリンもですね、イバキラでは初公開だったんですがですね、はい、あのマリナの今やっている活動について、皆さんにもね知っていただこうと思いますので、皆川マリナ情報どうぞ。はい、主にあのライブのお知らせが中心になるんですけれども、うん、はい、はい、まず11月の30日、今月の30日ですね、はい、セクシーユニット、はい、今あのストームというユニットで、演奏をすることが多いんですけれども、うん、この、ユニットでですね、ライブがあります、六本木の、六本木1丁目 の駅からすぐなんですけども、わさびがめっちゃ顔見してるじゃんめっちゃ見てる、覗き込んでますけど、めっちゃ見てるじゃん、はい、あのいろいろ足したりとか ね、 なるほどね、あのまあ、天然の人もいるんですけど、天然の人ね、両サイドかな、私ですそうですねクイーンだからね、ゆかちゃんクイーンだから何の話やねさ、タブーなんでそれそうですか、タブーです、失礼しました、はい、泉ギャラリーというところでですね、うん、はい、結構大きめのところでやります、ワンマンライブ、ワンマンですね、うん、はい、90分から2時間ぐらいかな、なんかどんな音楽やってるのかなって気になった人は YouTube とかで見れるんですか、うん、はい、見れます、ストーム の、 あの、うん、ストームユニットとかストームカルテットとかで検索すると、うん、あのストームのフェイスブックページやあとはツイッターとかブログとかが出てくるので、うん、そこであの詳しくあのいろいろ YouTube とかあとその普段のこのお知らせとかが詳しく出てくるので、ぜひ検索していただければいいなと思うんですけれども、はいはい、12月とか無料なんだ、そうなんです、あのせっかくイバキラなんで、あのつくばの、おお、はい、これちょっとランチタイムコンサートツアーってことで全国を回るんですね、うん、やってるね、関西とかも、はい、やるんですけど、これこのシリーズ一回あのレンが あそう、キヨさんがそう出たりとかしたことあるあのやつなんですけど、そうそう、それであのその中で今回私たちストームがやるということで、その中でこの12月10日がですね、つくばでちょうどいらしてもらうことになったので、ぜひお昼のマリナとキヨシでねライブやったことあるんだよ、ライブっていうか無料2人で、うん、そうそうそう、2人で、私はこうやって見てたんだけど、そうなんだ、賑やかししてたのかな、頑張れキヨさんがダメだした私そうそうそうあそこダメだよみたいなそうそうそうコトとバイオリンでやってたんだ、そうコトとバイオリンで言いました、そう、はい、あとはあのそうですね、12月3日発売の、ラブライブ声優のパイルちゃんというあの声優さんの、メジャーデビューシングルの、今天界ネットというですねアニメのエンディングになってるんですけど、うん、その曲で、今バイオリンも弾いてますし、あの PV にも出演してて、あの今度ライブにも出演させてもらうので、またあのもし興味のある方は見ていただければなと思います、活躍してますね、うん、ということで今日は皆川まりなさんをみんなも覚えてくれたと思うんで、私の本当に一アーティスト仲間としてね、彼女のこともぜひチェックしてね、よろしくお願いいたします。普段そんなパンダではないです別に別にそんな格好はしないですそんなパンダじゃないよって、そんなにパンダじゃない、好きだけどはい、はい、で最後のコーナーなんですけど、実はあの、はい、和楽器バンドのファンの方々がイバキラこのただいま茨城を見てですね、私たちの似顔絵をたくさん投稿してくれてるわけですよ、うん、であのせっかくだからあのそういうコーナー作ろうと言って今年に入ってから始めたコーナーなんですが、今日もどしどし届いてます、何通ぐらい届いてるんですね、かね、今日はおとりあえず抜粋して20通ぐらいをご紹介していきたいと思いますので、その中からあのわさびと私が1枚ずついいなと思うものをちょっと選び、その方に私たちのサインをプレゼントしてますので、うん、ゲストのサインなので今日はマリナちゃんも入れて3人のサインをプレゼントしたいと思います。それでは見ていきましょう、かっこいい、かっこいいですね、あ左上朝かと思ったけど私だ、100年夜行だよ、100年夜行って懐かしいな懐かしい、嬉しい、そこを見てくれてるのがねちょっと感動的ですね、100年夜行からのゆうこりんの顔結構変わってるよね、変わってるよね、くちゃぱつだったしね、ねえ、うわーすごーい、なんか
センスをピアノにもしてる。うん、なるほどね。しかもちゃんと指輪の位置とか合ってるよ、今日もほら。すごい細かいところまでね。ネックレスもほら、これ。本当だ。花風月のやつですね。花風月ネックレス。なんかセンスがちょっと琴っぽくも見えるしさ、髪の毛にさ、あの風車がついてるのがおしゃれですね。綺麗。おお。紅わさび優子だ。ですね。うん。花火の時の。誰やこれはすごい、すごい、これすごくない？ちゃんと尺が叱られてたんですね。よく考えたよ、ね、顔似てます、これ結構似てる、ね、この形が似てる形が武器になってる。若干ちょっとこの辺メロンパンにも見えた感じがする。いいね、うわー、ベニーだ。これベニーですね、うん、かわいいね、すごい綺麗な絵だね、うんうん、これ結構リアルに描いてる、ね、適当だろ紫ちょっとね、色位置がね。でもこれあの、これあとちっちゃい子結構ね、ちっちゃい子が描いた、うん、いや好きだよ私こういう紫の適当感、うん、とりあえず紫なんだろうね私の印象。そうだね、すごくいいですねちょっと待って、ちょっと待ってたくさんいるからメンバーかと思ったけど全部全部愛さんじゃない、誰だすごい似てるのとかもあるし、右上誰かよく分かる。あー、かわいい、かわいい、このベニーかわいいな、ね、うん、ちょっと思いますね、巨乳すぎでしょ、ね、そこ今日父話題多くない？わさびが好きなんすよ。ちょっとね、最初に発した一言からもう呪いがかかってるよね。うん、そうだね、うん、あれさ、右は私だよね、きっとさっきのね。うん、そうだね、うん、花って書いてるから。イケメンだね。これはマッチ、アサ、ベニ、さ、あの、サオモノの人たちだ。うん、なんか可愛らしい感じで書いてる。女の子が書いたって感じだね。うんうん、あ、パンダだ。おお、パンダスタジオだけにみんなパンダになって、ちゃんとこれはイバキラ出た時に被ってる絵を、うん、そうそう、そうなんだ、みんなパンダ装着してる、そうしてるの、なるほど、これ実際してるメンバーです。マッチ可愛かったよね、うん、あの笑顔、町屋さんのあの笑顔を捉えてるのはね、よく見てる証拠ですすごい嬉しそうだね、うん、似てる。そしてすっごい欲しい、これ何、ひょうたんみたいな感じなのかな、モチーフにしてるんですね、何これ、これはすごい、ライト、ライトです、欲しいんですけど、ね、これ多分1個の中にぐるっと回すと全部入ってんじゃない、そういうこと、そうかな、花の裏側に行ったら月があってとかないの、でも多分それじゃ、あ、それぞれか、うん、足りなくなると思う、そうだね、それぞれだね、うん、すごい、これもしライブに来てくださるんだったら持ってきてください。もろいのかな、なんか紙とかなのかな、うわー、かわいい、植物のぽくないですか、なんかひょうたんのなんかこういうやつみたいな、なんかもう最近こういうアレンジも多くて、うん、うん、ちょっとグッズいっぱいできちゃうじゃないですか、ね、このなんか私たちを思った中でこうやってさ創作してくれてることを想像すると、私はもう本当に心がポカポカですよ、ありがとう。そして創作してるよ、頑張って、ほらね、しかもね、これあのね、よく見たらね、うっすらね、からしって書いてあるの。なんでこれにしたのかなっていう、もともとのわさびじゃダメだったのかっていう。いや、絶対、わざとだよ。ドラマーって書いてある、ちゃんと。本当だ。これ絶対わざとからしだよ。いや、でも嫌いじゃないよ、これ。嫌いじゃないよ。超いじられてる。わ、なにこれ。ゆうこずきん、かわいい、かわいい、ゆうこさんかまって、べにうさぎかわいい、みんないるのこれ、え、頭には大鳥黒ドラ黒だと町鳥、町鳥、わさ鳥、きよしおおかみとアサリスがいる、じゃあきよしに食べられちゃうんですね、私は、うん、このきよしさんをオオカミにチョイスするあたりが結構なんかこう、ね、分かってるんじゃん、ね、でも、この朝がこうなんか寝てるとことかね、よく分かってるよねうん、え、あれ誰、朝、朝、朝、アサリス、アサリスね、寝てるよね、うん、いつも寝てる黒鳥はちゃんとドーンって言ってるんですね、本当だ鳴き声がドーンなんだ、街取り喋れないんだね私、ウサギ可愛い、最近飼いたくてしょうがなかったからさ、ベニーに構ってって言われても構わないけど、あのウサギだったら私構っちゃいそう、これ可愛いな可愛い、まあ、まあ、迷うな、今回もははは、かわいい、こういう私顔、表情が好き目が
これちょっとウサギ。何で描いたの、すごっ。これ描いたんですかね、それとも CG なんですかね。なんか水墨画みたいなこれは多分ね、キヨシとキヨシだよね、これ多分ねあ、あれ、いや、キヨシとキヨシじゃないよ、シオンシオさんですよね、これはかな、多分シオン様ってことかな、多分これ私と教授だね。でもアサビいるね俺とあれマッチーだよね。そうね、あの裸棒裸ですね。完全におちんちん出てんだこっちだよ、待って。この日さ、2人いなかったよね。これ何の時だこれ茨城ですよ。茨城の日立海浜公園遊び行った時の写真だね。うん、これ右端まさかの。ダイさんってことはないですよ。いや、あれは多分マッチだけど、うんだね、でもこれもマッチで、うん、あのね、最近この定番化してるんで、このわさびいつも出てくるんで、そう、このスヌーみたいなのね、よく見るんです。よく見る。なにこれ、ハロウィン、ハロウィンか、すごい。放送時にはもうハロウィン終わっちゃってるけど、すごいタイムリーですね、うんうん、今日としては。なんか仮装した俺とくるのはさ、俺とくのはさ、出てきてないんだけど、白馬から埋まってた、うん、仲いい感じが出てるね、可愛、うん、いね、これも、うん、こんぐらいだよ、みんなの距離感はいつも、うん、マッチーの顔がもう顔になってるけどあ、以上ですか、うん、うわー私でも印象残ってるのが2つあった。お、一つはヨーダ、ヨーダ、あーヨーダ大好き、そう、うん、もう、そう、これ、うん、で、もう一つは赤ずきん、意外と、うん、で、ランタンみたいなやつも気に入ってるんだけど、うん、これはなんかいつもと違うから面白かった。なんかその似顔絵というよりもその世界観に当てはめてっていうのが新しかったなと思って、うん、今回そういうのに気に入ってるんだよね、きっと。僕もこれがいいと思う。あ、本当？これ気に入ってます。じゃあこの方は決定ですね。そうですね、はい、うん、赤ずきんちゃん、ありがとう、ありがとうございます。これかわいい。はい、もう一枚どうしようか。もう一枚は、じゃあマリナさんが、なんかあった、なんかこれいいなって思ったやつ、どうぞ。印象やっぱり私もヨーダは結構ヨーダにしようか、じゃあじゃあヨーダで、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんの全部よくできすぎ、できすぎですこれは、できすぎだよ、うまく、なかなか良かったよ、これ今回。第3書くと当選確率高いのかな。本当？いじりやすいから。本当？そんな気がする。キャラクター化しやすいですかね。あ、今日来た。ちょっとそのフリップ持ってきてよ、わさび。はい。もう僕たちが何を見てね、来たって言ったかっていうのね。これ来たよ、このカンペ。はい。今日あります。今日あります。いつも今日もありますとか、今日あります。これだけでも分かっちゃう。そう。じゃあ画伯の絵を。はい、お願いします。よろしくお願いします。ちゃんとゲスト出てんじゃん、よかったね、マリナ。ありがとうございます。まさかの、まさかのちょっとこっち来ると思わない。振り回しすぎだろ、弓を。でもね、ストーム結構こんな感じです。本当に衣装がね、ちゃんとストームなんですよ、うん、ちゃんと見てるよね、いつもね、見てくださってる。ゲストに対する愛情は半端ないんですよ。すごい。で、マリナ、あのぜひさ、サインとさ、あのメッセージ書いてあげて、画伯に。はい。1枚ですかね。1枚。ちょいこれは、これは何私ですよね、これね、うん、すごい恥ずかしい感じになってるけど、うん、恥ずかしがってるね。これは後で私がお説教しますよ。とりあえずいい表情だね。こういう投稿増えそうだ。うん、えがちゃんじゃん。ひどい。わさびよくやってるからね。どうなからね。ひどい。いや、うまいな。これいいな。これ欲しい。わさびはね、大好きだしね。そう、映画ちゃん、僕あの大好きで尊敬します。映画ちゃん、神ですよ。2人で一緒に見に行ったことあるよね。ねえ、映画ちゃんのトークイベントはね。うん、ってぐらい好きなんですよ。だからこの色。あ、かわいい。シンプソンズ。みたいな感じ。かわいい。おー。やればできんじゃん。やれば。こういうの。あ、おい、あればできんじゃんね。すごい。これもしかしたら、あれですか、実は画伯最近2人いるっていうやつの
もう一方の方が綺麗な方。綺麗な画伯ですね。あの綺麗じゃない方に後でちょっと説教してきますね。わあすごい。うまいですね。多いですね。なんか、うん、多いですね。なんかもう愛情たっぷりじゃないですか。うん、私これ好き。これいいね。この目が好き。表情いい。うん、表情好き。いい表情してます、ね。うん、いい表情してるし、妥協してんでしょでも。妥協。いやー今日もさすがすぎて、みんな嫉妬してるんですよ最近、ね、ファンの人たちが。全部持ってく感じ。持ってられちゃうからね。きっとあのあれですよ、みんなが待ち受けにすることを待ち望んでますよ、うん、イバキラのさんのイバキラ TV さん の, あのホームページに一部そのダウンロードできるサイトを立ち上げてほしいよね、うんうんうん、画伯の絵。あ、それいいね。それ俺欲しいもん。期間限定ダウンロード、ね、私も欲しい。俺も普通に待ち受けにしたいです、うん、しちゃうよね、うんうん、ぜひぜひあのイバキラ TV さん考えていていただおいていただければと思います。毎回ね、せっかく書いてくれてるから ね、いつもでも知ってる、こういう台本の裏とかに書いちゃうんだよ。そうそうそう。もったいない。とかカンペのボードにね。そうそうそう、ホワイトボードとかに書き始めるから、そうそうそう、消えちゃうじゃんと。ホワイトボードどうしようもないですもんね。喋るしかない、ね、もうさすがでした。本当に今日もごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、あ、それから今回なんですけれども、前回のあのさっき写真で見た大空マルシェという村松さんで行われた、花風月と黒名さんの、ライブの時にですね、花風月の手ぬぐいにその4人の、サインを書いて1名様にプレゼントするという、のがありました。そちらの当選発表なんですが、はい、こちらの方になります。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、お送りしますので、ぜひぜひあの飾っといてください。よろしくお願いします。おめでとう。はい、それではそろそろお別れの時間になってきたわけなんですけれども、はい、マリアちゃんどうでした、初イバキラ TV なんですけど。今日やっぱり最初だったんで、結構もうどこまで行っていいのかなって思ったんですけど、うん、まあ、会話が進むうちに、あ、結構いいんだなっていうのが結構大丈夫だよ、うん、おっぱいまではセーフそこばっか言ってんじゃん、ずっともう最初から最後、ね、だってわさびは出てるもん、うん、あ、出してる、セーフセーフ。ちょっとカップ数足りないけどね。そうだね、ちょっと足りない。まさび最後顔見せてあげなよ、みんなにちょっとだけ。そうですね、すいません、あの今日風邪ひいちゃってね。じゃあ出たー、はい、お久しぶりです。みんな見たいと思うからね。すいませんね、ちょっと来週までにあの直しますんで、うん、来週の放送までに、ね、治ってると思う。きっと治っちゃうね、はい、うん、すぐですね。1週間も、ね、経てば治るのか、パチンってやったら治るから。じゃあまたぜひマリナちゃんは遊びに来てください。ぜひぜひ、はい、他の和楽器バンドのメンバーともね、ぜひセッションしてください。だって結構あれだよね、わさびもした、大ちゃんもしたことあるよね、セッションならね。セッションは、うん、私の誕生会とかで、誕生日のライブっていう か, なんかセッションパーティーみたいな時に、うん、非公開のやつ、まあ、あ、いたいた、うん、やったよ、なんかいろいろ遊んだね、うん、そうそうそう、情熱大陸とか一緒に遊んだりして、うん、あと何だっけ、千本桜とかもやったやったしたし、うんうん、まだあれだね、会ってないのは朝と黒菜さんぐらいですね、うん、ですね。ベギーちゃんはね一緒に飲んだりしてるし、ね、そうだね、そうだそうだ、2人でカラオケ行ってるからね。そういう仲なんだ。3人で飲んで、私だけとりあえず帰って、2人で残ってカラオケ行って、ベニとね、そうなんかね、用事で抜けたらちょっとなんか行かなきゃいけないからって言って、抜けてる時にそうカラオケで待ってて、そうで私酔っ払って泣いてたりとかしてね。大丈夫っすかっつって、そういう仲なの。はい、そんなちょっと一部始終、私のお友達ってことでね、今日はご紹介できたんですけれども、うん、はい、それでは次回なんですが、放送は11月の10日になります、はい、次回なんですけれども、また収録になってしまうんですけれども、はい、ぜひ、今日のように一緒に最後まで楽しんでいただければと思います。なんと、ゲスト次回も和楽器バンドからは、うん、はい、わさび大先生と、イエーイ、イエーイ、完全に準レギュラーだね。風の治ったわさび。そろそろパーソナリティをやろうかね、うん、はい、またやりましょうか。はい、そして、先ほど最初の方に序盤にですね、ちょっとお話に出たんですが、あの場所映画、花風月のあの場所映画、イメージソングとなりました映画夏休みの巨匠の、脚本、制作をされました入江慎吾さん、そして、うん、今話題の
納豆の妖精といえば、おまさか茨城では大人気なんですよ今。まさか、あ、結構衝撃な絵面だったよねあの気になる方は事前にねググっといてくださいよ。ネバール君をお迎えして、はい、いろんな意味で食われちゃうじゃんわさびとね、ネバール君の絡みはとっても楽しみなんですけどねはい、ということで次回も楽しみにしていただければと思います。はい、今日はゲストはわさび、そしてバイオリニスト皆川まりな、そしてスザンヌゆう子でお届けしました、いばきらナイト。また11月10日にお会いしましょう。じゃあね、ありがとう。ありがとう、ありがとうございました。バイバイ。風には気をつけてね。